やばい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 。何やの？あ、食え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 。はい、ありがとうございます。ふぅ、はぁ、すごい、やば。これは、あ、隣の人もそっち降りられる感じなんやね。はぁ、よし。ふぅ、すごい。気持ちいい。早速準備していきますか。さあ、おはようございます。Kです。いや、来ました。ここはですね、高知県の沖に位置する鵜来島ですね。鵜来島の中でも超一級の多分場所になります。今日はね、人数が多分少なくて、挙げていただけましたね。すごいわ。とりあえずここでね、青物であったり根魚であったり、とにかく一日楽しんでいきたいのよ、うん、でちょうど後ろにあの深瀬の方いるから、あんまり騒がないよ、ちょっと静かに。いや、でも抑えきれないよ。雰囲気極上ですね、これ。ドラグ緩めにしとこうかな。怖えわ。なんか。久しぶり。ラピードですね。お、出た出た。あ、貝だけでかいで、今のむちゃくちゃでかいって。今のでかいぞ。めっちゃでかいと思う。なんや、カンパチか。昨日買ってきたアジですね。これを流そう。朝のうちだけなんでね、潮が動いてんの。その間にちょっと流してみたいと思います。はい、じゃあちょっと潮に乗せて流していきます。これ完全深瀬ですね。途中もうこれ糸がバラ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 って出たら、やばいやつが食ってると。アジも相当でかいんで、多分すごいと思う。来たらね、来たらですよ。あ、結構表層流れるんですね。まあ、もちろんピー使ってるからっていうのもあるけど、割と表層流れるんやな。食ってるよね、これ。食ってるよね、ほら。え、食ってる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 。これ食ってるよね、絶対食ってるよね。
行くぞ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 、もうこれ食ってるやろ。あっ、うっそ、なんで、マジか、針だけなってもうた。マジで、ちょっとおっくり足りんかったか。くっそ、魚がでかけりゃ口の中入ってるやろと思った。甘かった。あと2匹しかないわ。いや、やば、楽しい。うぐる。海にぶっ刺して。はい。さらにでかい。2匹目流します。あー、ミスった。ほら、もう、風はね、真正面から来てるんですけど、どんどん沖に流されていくってことはもう完全にそういうことでしょ。潮が激しく右から左に流れてるという。で、これ見えるかな、ベイト大量にいます。あ、食ったんじゃない、これ食ったんじゃない、食った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 、見て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 、いいかな、食ったな食ったな食ったな。でもあんまりには送るとこれ根に入られるからな。やばい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 、行くぞ、はい、バイバイ。あー、何がおるんね。え、ちょっとドラグ緩い、怖いわ。とんでもなく重かったぞ今の。あー危ね。でも今のが限界なんだ。だってこれ以上待ってもさ、左の根に回られて絶対切れるもん。わ、何かが、何かが食った、何かが食った、何かがイカを食った、目の前で。行くぞ行くぞ、まだ早いか。くよ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 、行きますよ。よし、脱脱か。びっくりした、イカで脱釣れるんや。でっか。この後ですね、なぜか GoPro の映像だけ止まってしまって音声だけになっちゃったんですけども、イカの切り身を流してね、ついにモンスターっぽいやつがかかりまして、こうなりました。あ、くさ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 く、なんだこれ。あ、マジか、マジ、うわあ、バレたか、引きすぎちゃうか。うわ、マジで90ポンドブレイクしていく、うわあ、マジか、うわ、スパッといかれてる、なんやろ。おかしくない？お、出た。あ、うわ、出た。乗ってもうた、針に。うわ。お、出た。出たけど。お、出た。あ、なんで。ちょ。出たのに。何回ミスんねん、ほんまに。頼むわ。はい、もう一本勝負いきますわ。はい、もうトップしかやらねえ、終わりまでね。多分あと、まあ
4、50分ってところだろうけども、いつ迎えの船が来るか分かんないんで、もう一本にして船が見えたらば最後片付けるって感じで、それまではもうトップ投げ散らかしてやるこの野郎。ちょっと今日バイト乗ってくれてたらな、ほんま。はい、まさかのウグル行って坊主かましてしまいました、これ。どうやらですね、ベイトが小さかったらしく、ブレードで何本か釣れたらしいです。でもでかいのは出なかったみたいね。まあ今回ね、ルアーのライトタックル入れるべきでしたね、正直。なんかね、ああいうところまで行くとね、ゴーザを振り続けてしまうっていうね、悪い癖が。やっちゃった。8800円です、渡船代。ここに投げるんやったら逆風になんねんな。よっしゃ、ちょっとタングステンジグで。よっしゃ、切った。よっしゃ。いやー、なんじゃこれ。よっしゃ。なんやこれ。あれ？もう引かんようになったぞ。なにこれ。よし、タングステンジグただ巻き。え、あ、オウムか。うわ、はい、持ち帰るにはちょっと小さすぎるサイズですねこれ。すごいな。当たりどうですか？全然ないです。全然ないですか？僕9時のやつでちょっとせがえで急いこうかなと思います。キーソ最高やな。なかなかの場所っすね。ああなるほどね、こういう風になってんねや。あー、いいかもいいかも、いい感じ。しっかり釣りできそうな感じっすね。わー、背がいっぱいあっていい感じっすね。でちょうど姿勢になってるんで、あーなるほどな。結構浅いっすね。浅いからプラグだけでいっかな。とりあえず、うわ最悪、ミスった。やってもた、ロッドのジョイント逆やった。やったー、これでいこう。しゃあない。
ちょっと MH で弱めなんだが仕方がない。あっちがさっきいた方ですね。でこっちもう完全にもう孤立した磯って感じ。いやこの磯僕独り占めかいいな。フラグやってみたいと思います。何か釣りたいぞ。出てくれたら嬉しいけど。お、飛ぶ。お、出た。うわー、乗れへん。なんで、出たやん。こっち側も出そうやな。あ、出た。なんでやねん。なんで。ちょ待って、なんでこんなミスりよんの。次はこのミノーでやっていきます。よし、お、来た。おお、なんか追っかけてきた。あ、来た。でかい。カンパチやろ今の。でっか。くっそ、もうちょっと下やったな。ジグか。わあ、脱や。ビビった。脱はいいわ。びっくりした。心臓ドーンですよ。流していきます。行ってこい。あれ離した？マジかよ。絶対来たやん今の。よし、まあちょっと餌もいいけど、ラストもルアーやろう。さあ今ですね、ちょっと軽くパン食べまして再開します。で今11時なんですけど、ちょうど揚げ止まりからほんの少し潮が動き出すかなという時なんですよ。で回収がもう昼過ぎぐらいなんで、もうこれは全力でルアーやりたいなと思います。もう玉砕したら玉砕したでええわ。仕方がない、そんなのは。やっぱ釣りやからね。出てくれ。おー、出た。よっしゃ、早く。え、何今の。脱かな。脱やんけ。うわやばい。くぅ、潮の動き出しでやるとか言ったら脱かよ。うわ、後ろからなんか、え、何、え、何やの。あ、食え。クエが脱を食おうとしてる。メーター近い脱の下にですね、それの 1.5 倍ぐらいでかい茶色の物体が4つ食おうとしてるのか知らんけど、脱の間近まで近寄ってます。マジでヤバい状態。ヤバい。何これ。ヤバ、クエの群れ。ヤバい。何これ。なんかほら、見える。カンパチか、あれ。何やろ。え、何？
怖い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 、かかってくれ、反対側に。ああ何これ、こんなとこまで浮いてくるの。ああ疲れた。ああ下入ってもうた。うわ巨大に、多分クエやと思うけどな、カンパチかな、めっちゃ茶色かった。なんすか、いやー疲れた、テンションが上がりすぎて疲れた。ザツとのファイトというよりもこれメーターオーバーでしょ。いやでっかで余裕のメーター、ド派手に食った脱が。あその後ろをカンパチかクエか知らんけど、ものすごい奴らが追っかけてきてました。あすごいもん見た。でかい、みんな見える、これが脱の目。じゃあちょっと次はライトタックルで捉えましょう。おっしゃ、また脱やんけ、逃げろ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 。おっしゃ、なんか脱っぽいなこれ、なんだこれ。なあ浮いてこい、なんだ。おっしゃ、え、おーもおーもでっか、あでかい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 、ジーソのやつよりでかい。すげえ、おっしゃ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 、せーの、よし、おおでかい、でっかか、おーもんでか、おっしゃ来た、やったぜ、でかい。またもやおーもん、おーもんの日かっていうか、おーもんの場所やな、僕とコーチの相性は。さあこれをいただこう。うわ余裕で40超え、45ぐらいか。うー目玉、皆さん見てください、これがオーモンの目ん玉ですね。ほらほら、オーモンです、でかい、ジーズのやつよりでかい、さすが大きいぞ、マジでかいオーモンおるわ、こんなのまた記録更新。うわーでかオーモン、でかい、ほら逆光すぎるからこれ。ああカメラ手持ち、うおーすごい、大物でかいっす。はい、というわけで沖磯2回行ったんですけども、ちょっと残念ながらね貧下に終わってしまいました。でもですね、高知の素晴らしいフィールド、最高峰のフィールドで竿が触れて非常に満足しましたね。まあ、釣れる釣れないはね釣りなんで、そこは仕方がない。ものすごい魅力あふれるフィールドだったんで、またぜひチャレンジしたいなと思っております。コーチありがとうございました。なんか黒黒してる魚やん、なんていう魚やてこれ、大物派、え、大物派。じゃあもう全部フライにしてもらおうかな。何のパジャマ？それ。ほら。いや、なかなかないってこんな。取れたか気にしてくれんでも大丈夫です。
草が入ってる。どれが一番好き？いっぱい。いっぱいか。全部好きやな。好きなやつばっかりやん。あれ？何それ？1個しかない。寿司、フライ、おでん。ありがとう。すげえ。大盛りかな。いや、それはそれで面白いちゃうかな。俺の寿司これだけ。入れてくる。まあまあ後でお自分で入れてくるわ。美味しいで。あ、やばい。見ごめちゃめちゃ美味しいわこれ。